景の景色の朝食です。これなんかね、とっても甘い匂いがする肉まんみたいだけど、小籠包でもないし、これは黒糖の匂いがします。あ、もうすぐせいちゃんのところだよ。台湾のヤクルト、大きいです。あ、わかります？先っちょが日本のやつみたいに細くない、ほぼ一緒。肉まんみたいね。肉まんみたいだね。なんかせいちゃんの好きな肉まんみたい。恋に名前つける？恋がいる。名前なんかつけてどうするんだよ。自分たちの恋じゃないじゃん。どんな名前にしよう。ハマハマチャンネル。今中山駅に向かってます。もう雨なんですけど、商店街になってて傘がいらなくて非常にありがたい。ちっちゃいサイズもあるよ。せいちゃんスパイダーマンだいいな。スパイダーマン。しまじろうもあったよね、昨日ね。でもなんか上でもないね。うん。ねえ。台湾版ガチャガチャ。でも中身は日本のやつ。台湾版だけど長かった。かわいい。紙は日本のだね。ほら、300円って書いてある。かわいいよ、ママこれ。台湾版じゃなかった、日本のだった。ママ見て。ハムハムチャンネル。すごい下まで届くんだね。本当はほらもっと遠くまで見えるんだけど、お天気が悪いから広いね。うん、でも前にいるのは分かるね。そうだね、近くは見えるよ。遠いのは見えないね。すぐ、お、川が流れてる、ほら分かんないよね、せっかく来たのに。どこに川流れてるの？川はね、あの黄色い橋があるでしょ、あそこに見えるんだけど。ダメだね、お天気悪いよ。あれ女なのに、ダイヤモンドアイス。ごめん、ご飯も食べてない。イエイエイエイ。タピオカミルクティーを見つけましたって、これタピオカミルクティーなのか。ミルクティーを買ってみました。これウーロンタピオカミルクティーなんですけど、美味しいよね。うん、美味しい。そして日本とはちょっと違うね、カップが。で、ストローが紙になってる。さすがエコの進んでる台湾だね。うん、うん、台湾新幹線のすごい、ね、人形とかラネジタグとか。これ弁当箱じゃない、せいちゃん。へー、台湾新幹線は明日乗るから。皆さんびっくりしましたが、あの音、うん、はい、ガチャガチャ買いました。台湾の郵便ポストだよ。台湾の郵便ポストです。台湾の郵便ポストだよ、せいちゃん。変わってるね。
になってくれる人はこのボタンを押してね。おすすめはこっち。